i20 とは、韓国、現代自動車の欧州 B セグメント級のサブコンパクトカーである。1セグメント下の i10 同様、インドチェーン内工場で生産が行われ、欧州市場などに輸出される。従来のゲッツ、クリックに代わる車種であるが、韓国市場では i20 の販売が行われないため、アクセントがヒュンダイのエントリーモデルとなる。また、インド市場では、 従来のゲッツも併売される。日本市場には2009年内にも導入されると報じられたが乗用車販売からの撤退によりその可能性は消滅している。そのため日本で市販車を見ることはないが I29 ペーヌについては世界ラリー選手権でヒュンダイモータースポーツ GMBH が開発する WR カーやグループラリーに車両のベースとして その存在がよく知られている。ボディタイプは3ドアおよび5ドアハッチバックの2種類。2008年10月のパリモーターショーにて5ドアが、翌2009年3月のジュネーブモーターショーで3ドアがそれぞれ世界初公開された。インドでは2008年12月29日に発売が開始された。キアソールとプラットフォームを共有する。エンジンは点二リットル十七キロワット十七。 1> PS 1 4リットル7 4ット、99PS 1 4リットルディーゼルの4種類でトランスミッションは 5MT と 4AT が用意されるユーロンキャップでは5つ星を獲得している2012年にフェースリフトが行われたフルモデルチェンジに準ずる大きな変化を経験した現代自動車の新しいデザイン哲学が適用され横型ヘッドランプや エラントラに似たグリルデザインが採用された。パワートレイン面では1.6ガソリンエンジンがラインアップから消え、1.1ディーゼルエンジンが追加された。欧州市場ではそれなりの売れ行きが好調だった。2014年にフルモデルチェンジを経て第2世代へと進化した。単純化されたヘキサゴナルグリルが適用され、 1> 第1世代に比べてかなり直線的で成熟した外観を示している。その後、3ドア仕様のクーペ、クロスオーバー仕様のアクティブも登場している。2016年にはこの車をベースにラリー仕様の i20WRC が登場した。2018年には5ドア及びアクティブ仕様のフェイスギフトモデルが公開された。インド市場向けモデルは、 開発名 IB として開発され、エリート I-20 という名前で発売された。欧州市場向けモデルに比べ、コスト削減を相当置いった。二代目ヒュンダイ I-202017 年使用2020年2月に公開された。第七世代エラントラの感じが非常に強い。5ドアハッチバックが先に公開され、今後アクティブモデルの発売も予定されている。 サンドアモデルは需要低迷により発売されない。インテリアには10.25インチ LCD 系基板と10.25インチタッチスクリーンがオプション仕様で含まれており他の現代自動車と似た姿を見せている。48V マイルドハイブリッドパートレインを提供しスポーティなデザインを備えたラインをラインナップしている。2021年には高性能仕様の i20n が発売される予定である。ありがとうございます。